おっちゃんナムです。どうもなんと、大阪からスタートいたしました。今回我々はどこへ行くんでしょう。何市っていうのあれ呉市じゃないですか。呉市でいいんですかね。大和ミュージアムがあるところですよ。そうですね、戦艦大和とかああいうのね。そうです呉には屋台があるんですね。そうなんです。倉本町だったかな、あの辺りに屋台があって、それを見て、無性に行きたくなってしまい、唐突に向かってるんです岡山県岡山市でございまして、この総社方面に岡山道にちょっと入って総社で降りると、今からですね温泉に立ち寄ってきます。意外と街中にあるんですよね。そうだね。なぜまたここに国民宿舎って感じはせんでもないですけど、これじゃん。あ、もうこれですか。これだよ。これすっごい車止まってるよ。だって国民宿舎だからお泊まりの人もおるからさ。でもこの時間にね宿泊者以外入れるってなかなか。はい、これですね。どこに車止めたらいいのやら、こちらでございます。国民宿舎きびじ。なんかね美味しいものあるらしいんだよ。ランチバイキング、日帰り入浴、21時まで。よかったね。お風呂いただきまして、コンビニで買い物をしまして、道の駅に向かいたいと思います。どうでしたか、お風呂。お風呂ね、結構いいお湯でした。だよね。肌にこうしっとり馴染むっていうか。広いしめちゃくちゃ。広いし。ね、内風呂も2つ露天風呂も2つみたいな感じじゃなかった。内風呂がね123個。あ、そんなあったんだ。で外風呂が1個。あ、そういうことね。男湯の方はまあ入れ替わってるのかもしれないけど22でした。本当。ああ、まあかなり気持ちよく。なんか車も止まってて混んでるかなと思って、意外と中は空いてたし。そうね、宿泊の多分人が多いんだよね。そのなんていうとこに行くの俺ら。矢掛宿。あ、ほら矢掛って出た。ほら、あ、本当だ。そこでしょ。ほら、多分そこの辺だと思う。これですね。これです。セブンイレブンがありましたね。こんな近いところに。こんな便利なとこあって。あら、なんか店ありますよ。スプーン、インド料理あるよ。インド料理。22時までやってますよ。矢掛宿。よいしょ。あれもキャンパーですかね。あれもキャンパーだね。どこにしよう。大変でゴンスこれ。よっこいしょ。おっちゃん、ちょっと待って待って。よっこいしょ。お父様。あ、前行っちゃったよ前。ねえ。実はですね、タオさんは今日この上初なんですね。初ベッドです。でもまだ気づいてないんですよ。これね、ほら、この間新しくしてすごくいいんだよね。いいよね。FF の調子が悪かったという。大丈夫かな、入れてみます。まだあったかいのが来ない。やばい。どうぞ。はい。あいた。着いた。着きました。FF ヒーター、よかった。何だったんだ一体。だんだん。私の晩ご飯これおお、乳麺ってやつですね。乳麺です。今日ちょうど食べたりしてたんだよね。まあここ場所が場所ですからね。うん。近いですからね。近いですからね。いただきます。はい、どうぞ。あ、美味しい。あ、そう、よかった。うん。飲みたかった。こういうのね。体がビタミンを。うん、うまっ、これ。私の晩ご飯はこれです。豆腐キムチ&おにぎり。うん。もちろん今回もタオさんも一緒です。あ、いったー。あんまり分かってないですね。奥まで布団があるけど、なんかちょっと違うって広いって違う感じてる。うん、個室ですね。おやすみ。行きますか。タオ姫行くよ。タオシャン行くよ。ほう、こんな綺麗なとこだったんだ。さあ、ただいまから倉敷に参ります。40分かかるよ。40分。ジムクさんトイレ行きたいんですよ。ちょっとやばいですよ。しかもでかい方です。いいわよ、でもこれで急いで事故したらシャレにならんわ。シャレにならんよね。なんかもうダメダメだわ。すいません、妻があって漏らすやわ。もう生まれそうなんです。何が。おお、倉敷町なんですね。結構町だよ。うわー、降りれる？降りれるみたい。降りれた。すごいね。見て、芸術的な止め方してます。何が食べれますかね、今日は。うん、あなたは何が食べたいんですか？なんかアサラとか言ってらっしゃいましたね。はい、アサラ食べたかったですね。ハマンドがやってる。はい、見て、大衆酒屋。タコ船とかやで。ね、そこめっちゃ気になる。そこ。はい。そこのアーケードがめっちゃ気になる。行っていいんじゃない？ほら。マップ見ましょう。ほら。美観地区、そこにいて。こうでしょ、うん、いいじゃんね、これ。いいじゃんね。バイオス。バイオス。ちょっと。ぶっかけありますよ。食べちゃおうか。食べちゃおうか。ねえ、ちょっとこれちょっとやってるの？あら、やってんじゃないこれ。え、マジ？これやってんじゃないですか。ほら。なかなか元気にやってらっしゃいますよ。あれ早いけど。ぶっかけ古市倉敷名物。ぶっかけうどん。ぶっかけうどん。刻みぶっかけはうまそうだな。美味しそうじゃん。ねえ、こんな感じ。ちょっとぶっかけうどんの食べ方。どういうこと？タレをかける。混ぜる。食べる。口が冷たいぶっかけでわさび。で、あなた、あったかい方でしょ。こんな入れたらやばい。外側はもう異様なしに。お客様お待たせしております。さっきザレーのおもりが。ちょっと汁が甘めでね。めちゃくちゃ効いた生姜がいい。うん。うん。宗介が岡山っていうのが分かった。うん。分かる。美味しかったね。尋常じゃなく美味しかったね。なんだろう、すごくさ、なんか西日本の方に来ると無意識にさ、うどん熱が高まってんねんな。だから頭のどっかでうどん食べたいと思ってて。めちゃくちゃ美味しかったんだけど、さぬきとは違う、またさ細めでね、そうでもコシはあるんですよ。コシはあってね、でちょっと甘めでね、そうつゆが違うんだよね、全然つゆが違うね。おもくん、おもベーコン、コーヒーのいい匂いする。あ、やばい、なんかすごい。そりゃ人気ですわね、これ。人気ですわよ。もうここでいいじゃん。もうここでいいじゃん出ました。もう呉に行かないかもしれません。すごいですよこれ。酒造。ねえ。倉敷あの。ここから入って。なんかね。この柱。アンティークモールとかいろいろ書いてありますね。ビクター犬があんなにいっぱい。そうですよ。はい。こんな感じで。はい。笑ってますか？はい。多分。ここまで来てたもん、通ったもんね、これ。通った通った。おお。すごいね。こういう。ねえ。すごいかっこいいです。お座敷もありまして。はい。独立してるんですか。おお、すごい。あ、お願いします。ちもっぱ。ちもっぱ。いいじゃんって言ってたら。ペンコさん中入ってるし。260円だって。これでだって。お昼完成よ、私が。あなたは食べれるから、私食べれませんからね。はい、とりあえず食べてください。おもくん。これやな、なんか。ほら、これがおもくんのおにぎりと。40円の恵比寿だっけ。恵比寿だっけ。うん、お肉屋さんね。コロッケでございます。はい、おにぎりいただきます。はあ、うん。私もいただこうかな。なんつったっけ、なんとか、なんとか。韓国風のやつ、私の。うまいけど、これ一個300円ちょっとな。高いよね。うん。美味しいですか。うんうんうん。うんうん。本当倉敷いいとこだった。ね。うん。まだ11時17分。早い。うん。倉敷を出発いたします。はい、でも朝一で人が少なくて、それはそれですごく良かった。お店が開いてなかったけどね。また夜来たいね。そうだね。結構いい飲み屋さんめっちゃありそうやで。改めて。